皆さんこんにちは。海洋生物ドルフィン学科星あかりです。私の担当している個体はネオンダムセルのセバスチャンです。トレーニングしている種目はターゲットタッチ、ターン、ツリータッチです。今回動画で紹介する種目はツリータッチです。ではご覧ください。皆さんこんにちは。海洋生物ドルフィン学科の岡野瀬です。この魚はオスグロネイムスグラミーです。名前はユキヒコです。できる種目はターゲットタッチ、ターゲットフォロー、のフグリなどです。今回紹介するのはフグリです。ではご覧ください。まず始める前にトレーニングを始める合図として餌を3つほどあげます。枠ぐりを始める前にトレーニングで使うハンドサインを紹介します。このグーのポーズが止まれの合図で、このポーズが輪をくぐっての合図です。今は止まっての合図を出しております。止まってくれたのでライトを当てて OK の合図を出しました。今輪をくぐっての合図を出しました。成功したのでライトを当てて OK の合図を出して餌を与えます。今回はこの枠ぐりをあと2回行おうと思います。これで終わります。ご清聴ありがとうございました。皆さんこんにちは。海洋生物ドルフィン学科の畑あすみです。私の担当している個体はシクリットです。トレーニングしている種目はターゲットタッチ、ターゲットフォロー、枠ぐり、ステーションです。今回動画で紹介する種目は枠ぐりです。枠ぐりは2つの輪を使って行っています。最初は2つの輪の間隔をあまり空けず行い、くぐったら強化を繰り返し、少しずつ間隔を広げていきました。輪の間隔を少しずつ広げていくと魚が迷ってしまい、くぐらなくなってしまうという大変なこともありました。しかし現在ではくぐってくれるようになりました。これから皆さんにその動画を紹介したいと思います。ではご覧ください。
かがでしたか？これで動画を終わります。ご清聴ありがとうございました。水槽にターゲットを入れて魚がタッチしたら成功の合図としてライトを当て餌を与えます。このように魚が驚いてしまったときは、一度ターゲットを取り出してもう一度行います。以上で終わりになります。ありがとうございました。海洋生物ドルフィン学科相原優奈です。私の担当している個体はフラワーフォンという種類の魚で、名前がボタンと言います。トレーニングしている種目はターゲットタッチ、ターゲットフォロー、ターゲットジャンプ、枠釣り、トランスポートです。今回動画で紹介する種目はターゲットジャンプになります。ではご覧ください。食べてていいね。